目白駅は東京都豊島区目白三3丁目にある東日本旅客鉄道山手線の駅である。東駅には山手線電車のみが停車し、それ以外の列車は通過する。また、特定特市内制度における東京都区内を呼び東京山手線内に属している。東駅は東京山手線内の JR 駅で中心駅である東京駅から最も遠い。駅番号は JY14。山手線の単独駅は東駅と新大久保駅のみである。日本鉄道の第一区線第一部の付設にあたり設置された。地元及び清子道沿道の各村からたびたび設置請岸があり、その通り清子道に接して設置されている。駅舎の竣工が遅れたため路線の開業から半月遅れで開業したが、駅開業4日前になっても敷地の買収が、 完了していないことを示す資料があり、買収手続きが遅れていたことが理由と思われる。その後、当駅と田端駅を短絡する豊島線が計画されるが、当駅は地形から将来的な拡張に支障が予想されたため、池袋駅を設けて接続するように変更された。この際には、目白駅近辺の住民から豊島線付設への反対もあったとされている。 目白駅周辺の白黒空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成 JR 東日本ステーションサービスが、駅業務を自宅している、池袋駅管理の業務委託駅、島式ホーム一面二線の地上駅。日本で、初めて京城駅舎を採用した駅としても知られる。出口は、目白通りに一箇所ある。 池袋よりにエレベーターとエスカレーターが設置された。2009年に市ヶ谷駅とともに JR 東日本の駅で初めて LED ライト型の案内サインが設置された。駅構内にはニューデイスミニーやカフェデンマルク、クイーンズウェイなどがあり、カートによる販売なども行われている。駅正面及び隣接する公衆トイレの壁面にはステンドグラスが使用されている。 2020年度の1日平均乗車人員は21,536人である。山手線内の駅では、うぐいす駅に次いで2番目に利用客が少ないが、当駅周辺は、口実に延べる学校があることから、朝ラッシュ時と下校時間帯には、学生の利用客も多い。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。 全国商工団体連合会キットの博物館駅、改札口は1カ所のみであり、東西方向に走る目白通りに直結している。駅のすぐ東側が、学習院大学、学習院中、高等科である。駅周辺には、その他にも日本女子大学、河村中学校、高等学校、目白デザイン専門学校、日本外国語専門学校、東京教育専門学校、 赤堀栄養専門学校などが立地し、学生、生徒の乗降客が多い。また、和慶塾という学生寮の最寄り駅でもある。近隣には、尾張徳川家の子孫が収集した資料がある。徳川林製紙研究所がある。現在の JR 東日本ホテルメッツ目白のあたりにはかつて、山手貨物船の貨物集廃所があったが、貨物輸送の減少とともに廃止、撤去された。 1970年代以前は、この集配所下には学習院方面からの湧水が脇で、速攻が学習院下に向かっていた。注釈区点候交資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。